和歌山県日高郡日高川町に鎮座する木戸神社。ここでは毎年10月体育の日の前日に秋祭りが行われています。この秋祭りの神事として木戸神社の東野獅子が奉納されています。秋祭りのおよそ1ヶ月前から東野獅子の練習が行われます。東野獅子は三寄瀬、北原、南原、日向と4つに分けられた和歌中と呼ばれる青年団によって受け継がれています。この4つの和歌中が年回りで東野を務め獅子舞を奉納しています。和歌中にとっては4年に一度の東野獅子ということもあり、練習にも力が入ります。お祭り当日の朝、宿に和歌中たちが集まり、神社への宮入りの準備が始まります。お祭りに参加する子どもたちの化粧や着付けも和歌中の青年たちで行います。神社への宮入りは弓持ちの長男と青年団長が務める親とともに先頭に立って向かいます。境内への宮入りは鬼が四股を踏むような所作をし、大鳥居をくぐる練り込みが行われます。続いて行われるのが参拝という儀式。鬼が手に持ったささらで参拝者の背中を打ちお祓いをします。お旅所へ向かう際、宮入りの時と同じように鬼の練り出しが行われます。お旅所での神事が終わると木戸神社の東野獅子が始まります。木戸神社の神事として奉納される東野獅子は獅子の舞い手が2人、鬼役2人を合わせて合計4人で演じられ、時間はおよそ45分にも及びます。鬼が獅子頭をささらで打つと回り踊りが始まります。獅子と鬼が麦打ち歌という音頭に合わせて踊り、観衆が手拍子を合わせて東野獅子を盛り上げます。回り踊りが終わると、ここから獅子と鬼の戦いが始まります。砂をかけられて起きた獅子が鬼を追いかけたところで東野獅子は終了します。東野獅子は一度舞うと次の世代へ交代することになっています。45分間演じ続けた後はもう二度と東野獅子を舞うことなく次の世代へ引き継いでいくのです。